さあ、では1位、2位を決めていきたいと思います。さあ、アーチスカイ、エンジェルさん、対するはアクセルスカイ、アンジェルさん。はい、ではじゃんけんの方お願いいたします。さあ、長い長い新人戦のラストを飾るのは強キャラではないこの2人。今まで来たエリースレイヤーをはねのけて最後まで勝ち上がってきたのはこの2人。さあ、緊張の方もピークになっているんじゃないでしょうか。いかに落ち着いて冷静にものを見ることができれば勝利はつかめるはず。さあ、開幕で入った方向で足払いでこましてます。さあ、手を離して結果で頑張るでね。足がそれを離してダメヒット、足払いでこまして、この隙に入った方にさあ、強気に倒して、さあ、ダメージを取って、さあ、アグの体力は残り4割。さあ、強気に走る、さあ、青木が出ました。しかし、ピアまでちょっと残ったのが見えました。さあ、体力にはアクセルを褒める。さあ、お互い手が触れることでしょう。アグの方に、アスパラさせて、バーストもしっかり見える。さあ、ここはしっかり上部を決めて、さあ、これでアクセルがリーチ。さあ、ライアンが揃って開幕からプレスを抜いたのはアクセル。ハイツーラじゃなくてメンテが揃う。さあ、これはすごく痛い。バースト離さないような状況、アーティがバースト入って残り3割って状況。さあ、アスパイ使ってエスライで対して集会投げで崩して、こっからアーティの前警戒投げで崩す。さあ、エスから画面端を一つで中盤カード。さあ、これはしっかり刻んで、ここでアクセルが逃げるの勝利。新人王の座はアキラさんになりました。皆様拍手をお願いします。